こんにちは、アンソニーです。今日はゆるく行こうと思いますけれども、これ本来は没にすべきじゃないのっていうような映像をこの後流します。まあ、もしかしたらこの情報が役に立つという人が少しちょっぴりだけいるかもしれないし、まあその映像自体もね、楽しんで見れる方ももしかしたらちょっといるかもしれないかなと思って、一応出すだけ出します。まあ、せっかく撮ったからにはアップしたいっていう貧乏性なだけなんですけれども、どんな映像かっていうと、このソニーの FDR-X3000 に外部マイクをつけて音声テストをもう一回やってみようということで、近所の公園に行ってきたんですよ。で、これをですね、まあ、最初はこのケーブルをつなげずにですね、こうやって録画をスタートして、ただいま内蔵マイクで撮っておりますみたいなことを喋って、で、録画を回したままこれを挿してですね、はい、ここからロードビデオマイクロの音声ですみたいなことをペラペラ喋ってたわけですよ。ところが家に帰ってきて映像をチェックしたら、まあ愕然としたんですけれども、今回分かったことは、録画中にこれをつないでも引き続き内蔵マイクの音声のままなんですよ。ロードのビデオマイクロに切り替わらないんですね。なので、私は、ロードのマイクに向かって喋ってるつもりなんですけれども、実は内蔵マイクのまんま撮れていたっていう状況です。ですから言ってることと実際の音声がね、マッチしてないんですよ。まあ、ちょっと字幕を入れながら補足はしますけれども、で、結果やっぱり内蔵マイクすごいなっていうことは分かったんですけどね。で、一方で、このケーブルが刺さってる状態で録画をスタートした時はちゃんとロードのビデオマイクロの音声になるんです。まあ当たり前なんですけれども。で、それでも結局その盛大なノイズっていうのは全くなくならなくって、今回のテストも大失敗に終わったということです。ですから、あとは何を試せるかなって考えると、Wi-Fi は切りました。で、あとやってないこととすれば、Bluetooth 消してなかったんで、まあ、それを消すかっていうのと、それからこの、ケーブルをですね、社外品のものに変えたらノイズが治ったっていうコメントをくださった方もいるので、まあ、その方法も一つ試してみる価値はあるかなと思いますけれども、まあ、あまりにね、内蔵マイクの音がいいので、そんなに不快をしなくていいのかなとは思います。それから撮ってきた映像がですね、こうやって自撮りをするのに加えて、その公園で、結構立派なテニス大会をしていたんですよ。で、その映像をちらっと撮ったんですね。で、やっぱり思ったのが、まあ、アクションカムっていうだけあってですね、やっぱアクションを撮るのに向いてるなというか、その超広角なわけですからね、その例えばテニスコートの、右後ろからとかね、こう角度をつけて撮ると、もう遠近感がすごい強調されるので、そのテニスのね、その迫力がすんごい増すんですよ。非常に面白い映像だったので、音声はノイズが乗ってるんですけれども、まあ、映像だけね、ちらっと見てもらったらいいかなと思います。ということで、ボツにするべき動画をご覧ください。はい、ソニーの FDR-X3000 外部マイクの追加テストでございます。前回の動画で、外部マイクとして、ロードのビデオマイクロを装着するとノイズが入って、こんにちは、アンソニーです。ロード、こんにちは、アンソニーです。ソニーの FDR-X3000 ですけれども、外部マイクの追加テストをしたいと思います。外部マイクとして、ロードのビデオマイクロを装着すると盛大にノイズが出るという問題が生じました。で、その動画でコメントをいただきまして、Wi-Fi のせいじゃないの？っていうことだったんですね。で、その時私、スマホとつないだりしてなかったので、Wi-Fi は関係ないだろうって正直思ったんですけれども、よくよく X3000 のメニュー画面を見るとですね、確かに Wi-Fi をオンにする、オフにするっていう設定項目があるんですよ。なので、それをオフにしたらいい感じで、録音できるようになりました。今はここまでは内蔵マイクを使ってるんですが、ここから、ビデオマイクロのケーブルをつなぎますよ。はい、これが、ビデオマイクロの音声です。
ビデオマイクロは、程よい指向性で周りの雰囲気をなんとなく撮りつつもある程度前方に音を集中して撮ってくれるので非常に使いやすい、難しいことを考えなくて使えることのできるマイクだと思うので非常におすすめだと思います。確か、何でしたっけ、オズモの推奨マイクとしても取り扱いされてますよね。はい、で今日はですねこの外部マイクのテストをしようと思って近所の公園に来たんですけれども、なんと、テニスの、国際ジュニア選手権をやっているようです。で結構ね普通にフラッと入って見ることができるのでなかなか面白いですよ。今この辺はね普通の練習している風景なんで大したことはないんですけれども、できればなんか試合をやっているシーンも撮れたらいいなと思いますけれども、どうでもいいんですけど海外勢の女子めっちゃ可愛い、ほんで男子もめっちゃイケメン、やっぱりちょっと、欧州の人は違うなっていう感じがしますね。はい、これもね今練習してる風景ですよ。ボールの音とか聞こえますかね。はい、ワールドスーパージュニアテニスという大会のようですね。まあ、でも手ぶれ補正が効いて音声がちゃんと取れればこれも言うことないですよね。でも実際にはねほとんど内蔵マイクで使うと思います。今後は外部マイクもいいんですけどね、よっぽど風の強い時だけ使えればいいかなとは思ってます。試合をやってるところではさすがに声は出せません。今結構離れてるのでこれぐらいで喋る分には全く大丈夫なんですけどね。曇り空ではどんな色になってますでしょうか。この後ろ側の角度っていうのはなかなか迫力がありますね。ネット越しですけど。
はい、ステレオ感はどうでしょうか。まずは内蔵マイクからいってみましょう。内蔵マイクです。今ね結構風も強いです。風切り音も入ってるでしょうか。今結構風吹いてます。今ロードのビデオマイクを使ってますけれども、音声はいかがでしょうか。私は今後ろから喋りかけています。こんな感じでね、結構周りがうるさい時に私が喋ってる声がどうかですよね。今ほぼ腕をいっぱいまで広げて歩いてるんですけれども、周りが騒がしい中、私の音声は、私が喋ってる声は聞こえてますでしょうか。